こんばんは、大村です。今時刻は8時で、まだこんなに明るいです。ちなみに今チャーリープース聞いてました。公園にね、まあ、いつも通り散歩しに来たんですけど、ちょっと今日走ってみようかなと思って、まあ、なんかいつも散々歩いてるからちょっとたまには歩いてみようかなっていう、まあ、小走り始めていきましょうかね。はい。ちなみに今日はですね、授業が昼からあって、で結構予習を要する授業なので、はい、朝から、まあ、パソコンの前行ったり来たりしていて、ちょっと密ですね。早速密で予習をねしとかないと、私もあの先生が今このリンクになんか載せたやつ読んでとかって、で10分経ったらまたズームのチャット戻ってきてとか、そういうのあるんですけど間に合わないの。もう英語だし、だからもう事前にその先生のウェブサイト行って、で授業のちょっと前にアップされるんでね、朝のうちに読んでおくっていうのをやるんですけど、まあそうなるともう一日中なんていうかパソコンの前にこういることになると結構ね座ってて疲れるっていうね。まあそのちょっと読み物したら立ってキッチン行ってなんかやって、でまた戻ってきてちょっと読んで、でなんか台所じゃない洗面所で、昨日着た服ちょっと手洗いしてとか、まあなんか行ったり来たりですけどね。そうやってまた一日が終わっていく。こんなんでいいのだろうか、こんな色気もへったくれも何もないこんないいのだろうか。動画を上げると母親から言葉遣いが悪いとかメール来るし、そうださっき授業でクラスメートとねズームで何か一対一で喋ったんですけど、そのうちの一人結構仲良くしてくれてるアジア系の女の子がなんか2週間前ぐらいからシックだったって言ってて、でコロナの検査したら陽性だったって言ってたの。もんで、今はマシになったよとか言ってたけどさ、それでももう声が本当にしんどそうで、で、なんかこうネットとかでさ、まあ、かかるとこういう症状が出ますみたいな、そういうのが全部出たって言ってて、なんかはあ、そっかと思って、まだまだ気は抜けんよね。ちなみにここは水がすっからかんのプールでございます。夏は結構にぎわうけど今年はどうなんだろうか。夏とかどうなんのかな、本当にな。ここからね、あの公園一周始めて今戻ってきました。案外行けた、ノンストップ小走り。そしてほんのり汗をかいて帰ったらシャワー浴びまくろう。アイスクリームが食べたいよ。我慢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 。ほんならもう帰ります。おやすみなさい。